こんにちは、まゆみです。今日はハーレー名古屋のお客様をナンパしましたで、しかもよく来てくれる人なんですよねこだわりのバイクを聞いていきたいと思います。チャンピオン76、お願いします。皆さんお願いします。こんにちは。皆さん、はじめまして。これはチームですか？そうですね。あのサークルです。サークル名を、はい、え、なんて読むの？これ黒の会って言って、チームっぽいけど実際のところサークルです。サークルです。はい、ありがとうございます。メンバーはいっぱいいるんですか？増えてきました。そうです、ね、増えてきました。募集中ですか？そうでも、もういつでも、もういつでも、お、本当気楽に。そうですね、特にハーレーでもなくても、性別、車種問わず。素敵。早速バイクをお願いします。はい、あ、じゃあ僕から。黒の会のいっちゃんです。もともとは黒の会って名前だったんで、赤いバイクだから入れないかなみたいな感じだったんですけどなんか融通聞かせてもらって入れてもらってます。僕のバイクはこちらです。 V-ROT、 総称して V-ROT で、2017年式のナイトロットスペシャル VRS-CDX です。17年に廃盤になってまして、まあ、結構マニアックな、ハーレーの中でもマニアックです。最近カスタムしたところが、このエアボックスとかハンドル周り変えてます。ここを変えるだけでかなりあのスッキリするので、まあ、おすすめのポイントですね。まあ、V-ROT の方はまず最初にここからカスタムするみたいな感じで、カスタムしてます。で、まあ、なんといっても最初に出たこのタイヤの太さです。この太いタイヤに一目惚れして、まあ、買ったっていうのがあります。実はあの大型免許取って買う予定もなかったんですけど、試乗会でこれを見かけて、もう1週間後にハーレー名古屋に走って、 V-ROT くださいって言って買いに行きました。かっこいい。まあ、あのお金どうこうじゃなくて、欲しいものをバイクを、その場で買うっていうのは大事かなと思ってます。ありがとうございます、はい。ちょっといっちゃんさんは私がもともと V-ROT 乗りということで、うんうん、お知り合いだったんですよ、インスタ上で。そうですね。で、ね、初めてやっとお会いできました、ね、ありがとうございました。次、こんにちは、ゆうやです。XLH パパさん、2003年式のスポーツスターです。2003年式までのスポーツスターってリジットマウントか、だからあのエンジンが直接乗ってる車両で、若干サイズもコンパクトで、スポーツスター乗りたいなと思った時にこの年式のやつを探してて、もともとね、ちょっと違うバイクショップのオーナーさんの車両だったものを無理って譲ってもらった車両なんですけど、結構もうがっつりカスタムしてあって全部気に入ってるんですけど、コブラのマフラーはこれすごい安いんですよね。なんで安いけどいい音してくれるし、割とパワーも出るから、つけてると少ないけど、まあ、ダイナとかね、ソフテリオもあるから結構おすすめなマフラーかなと思ってて。で、パパさんボアアップしてあるんですよ、これ。そうなんですか？そう、なんかパパさん、これパパさんなんですけど1200にボアアップ。パパさんから1200になったんですか？そう、1200に進化してる。すごい。だからパパさんじゃないじゃないですか。もうもはやパパさんパパさんなんです。ボアアップしてあるんでちょっと早いですよ。だけどなんか割とマイルドで、走りが、まあ、なんかちょい乗りしやすいですね。もう本当にちょっとそこまで乗るでも苦じゃないところが結構好きかなって思ってます。これがベルトからチェーンになってる。あ、そうね、うん、すごい。結構ルックスはいいかなと思ってます。はい、ファイヤーパターンが好き。はい、次、ありがとうございます。え、もうやばいですね、このバイク。もう紹介していっていいですか？お願いします。ハレーダビッドソンのスポーツスター 1200CX、2016年式のモデルになります。カウル、まあ目に一番つくかなっていうのがあるのでカウルから紹介しますけど、はい、アンブさんっていう森山のカスタムショップ屋さんにカウルとシートを作ってつけてもらいました。で、タンクは純正で、これこだわりなんですけど、純正のままタンクをつけるとここが開いてしまうんですけど、そいつを下げましたここが開くように、めちゃくちゃ気づかれないこだわりがあるポイントなんですけど、すごい。それによってようやくまとまった感じには作れたかなっていうのがあります。ハーレーじゃないみたい。そうですね、カフェレーサーっていう分類にカスタムしたかったもんですから、ハンドル周りもセパハンで、ステップもバックステップつけてっていう風に、それはあのハーレーの純正をつけてカスタムはしてあるんですけど、かっこいいですけど正直乗りにくくて
腕がしんどいというか疲れる車両にはなってます。これが好きです。塗装ですね。ハーレーのロゴ塗装も結構こだわって、うん、これした後にパンアメリカンのやつが出てこう似てるような似てるようなカスタムにはなっちゃったんですけど、いやいや、はい、自分が先みたいな、そう自分が先なんだよっていうことを言いたいんですけど、シートをつけるあたってシングルにしちゃったもんですから、もうここ切っちゃったもんですから車両の価値はもうほぼないですね、うん、もう乗り潰すぐらいな勢いで乗ろうかなとは思ってます。これ街中走ってたらね、もうってなる、はい、あんまり横着運転はできないかなと思いながら、ね、おとなしく乗ってはいます。ヘッドライトがなんかすごいこと、あ、はい、なんか見慣れないですけど、そうですね、あの光景がなかなかなくて、ドイツだったかどっかのあるのを見つけて輸入してっていう風に個人でやったんですけど、結構車検対応でローハイもちゃんと切り替わるライトになっているので、あれでちゃんと車検通るっていうのが、すごい、あれもこだわりですね。めっちゃかっこいいです。これはナビですか？ナビです。矢印しか出ないので、そうですよね、すごく迷子になります。でもそれも醍醐味だなと思いながら乗ってはいるんですけど、はい、ステッカーは黒の回ぐらいですね。どこですか？そこです。え、かっこいい。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。よくお店に遊びに来てくださってるイメージなんですけど、毎週会ってるんですか？毎週会ってますね。ね。黒の会はそうだな、別にそんなチームとかじゃないんで、まあ、気軽に集まってます。もともと黒の会、さっきも言ってたけど LINE グループの名前がたまたま黒い車両が多かったんで黒の会ってやってるんですけど、でなんか本当バイクの、まあ、バイク愛好会で僕は呼んでるんですけど、加入条件とかも特にないんですけど、まあ、フラッて会ってなんか一緒に走りたいよと思ったら気軽に参加してもらえたらなっていう風に。入りたい。私のバイク黒いですよ。あの一応月額2,700円。ちょっと、まあ、なんか気軽にね、まあ、そんな入る入らないじゃなくても一緒に走ってもらえる仲間が増えたらいいななんていう風に思ってます。今日もドローンのイベントだったんですよ。そしたらね、最初にお二人来てくれて、そうヒートジャケットが、そうですね、そうドローンで UFO キャッチャーしたら当たったんですよね。ドローンのキャッチャーしたいだけねっていう話で行きますかみたいな軽い気持ちで来たんで。そしたらね、そう時間が空いたんで LINE でいますかってまだてまだいますかみたいな、じゃあ来てくださいって言って、ね、来た感じです。なんか結構逆にがっつりこの日決めていくのって多いと思うけど、グループで走りたい時に声かけられてなんか結構理想的だなって思ってるんですよね。意外といないじゃないですか。なんでまあ走りたいやつが走ればいいっていうスタンスで行ってるんで、まあ、気軽に本当に。で YouTube もやってるんですか？ YouTube これから。あ、これからもうなんか今はしょうもない動画を上げてる。黒の会で、黒の会チャンネル、黒の会チャンネル、これからちょっとそこそね、名古屋のおすすめスポットとかそういうの伝えていこうかなと思ってるんですけど、うんうん、知りたい。ちなみに僕の思う名古屋のおすすめスポットはチャンピオン。あれ名古屋そこ結構行ってるもんね。そう一番行ってるし、できる人、コーヒー飲めるし、コーヒーが飲めるし、集合地点としては週1ぐらいでね、そうそうコーヒー飲んで帰る。でも結構意外とそういうところバイク屋さんって友達できると思うんで、確かに名古屋引っ越したりとかね、真由美さんみたいにしてさ、そういう人はいいんじゃないかなって。確かに。はい、ということで黒の会の3人にお越しいただいて愛車紹介をしてもらいました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。チャンピオン76。